同時に全員がまた集合していきます。さあ2人合いましたね、ポンちゃんさんと、はーい、はい、ということで、改めましてよろしくお願いします。お願いします。中野さんお願いします。はい、普段、YouTube で、ちょっと変な、動画出してます、パッションで勝ちに行きます。よろしくお願いします。じゃあすみません、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは、お疲れ様です。どうも中野です。頑張りましょう。いやーちょっと久々なんでね、超久々なんで お手柔らかにというところで、クルーですね、よかったです。クルーということで、クールに、やっていこうかなと思います。はい、こんな感じでね、タスクをね、完了していくゲームなんですよね。で早くな早っ、あしんあーあーまっマジか。夏目先生は見ていなくて、開幕右にいたのは紫、はい、オレンジ、青、ピンクの4人だけです。なのでそれ以外のところで夏目先生見て、はい、アベレージ最初メッドベイ所定行って夏目先生が先やってました。で、夏目先生が出た後に僕も出て、確か、どっち行ったんだっけな、ちょっと分かんないです、ごめんなさい。アベレージさんどっち、アベレージさんはどっちに行ったんですか。僕は最後エレクトリカルですね、アルマさんとかがタスクやってるのを見ました。右回り、左回り、なるほど、右回りです。あ、右回りやん、右回りで、アベレージさんゲンを視認してますか。アベレージさんはゲンを視認、ゲンさんごめんなさい分かんないです。人から何を見てますか。アドミンの真ん中ら辺いましたっけ、なんかストレージをこう、あ、ストレージに下っていくのか、ゲンさんかな。あ、じゃあ当たってるかもしれない。ゲンの次で説明します。ゲン、はいはい、カフェテリア右上でスタートして、ダウンロードタスクをやって、その後エレクトリカルまで直行しています。エレクトリカル、はいはいはい。アルマなんですけど、最初コミュニケーションダウンロードだけやって、停電の方行ったら、最初にもう武雄さんがいました。停電のところに。はい。なんで僕、白です。無理っすね。そう。なんと青とオレンジはカフェテリアまで行ってますかね。多分そう。カフェテリア、戻ってないです。了解です。神宮寺は初手アドミンで途中でアクセさん聞いて、はい、で、そこから下行こうとしたところでレポートみたいな状態なんですが、最初手の分散でアドミンがカフェ1、ウェポン1、オーツ1、ナビゲーション1、ストレージ1、エレクトリカル1、アッパーエンジン1と見事に分散していまして、アッパー1なんだったらアッパー、でもウェポン3ぐらいありました。かなり初手ですね。わかんない。初手右上で神宮寺さんいませんでしたっけ。チラ見しました。神宮寺さん。ああ、いたかもしれないです。でも多分白出せますよ。ちょっと待って。これ多分。ちょっと待ってよ。もう一回押さきます。そうですね。はい。はい。お願いします。わからん。なるほど、わからん。はい、ここやりますか。いやー、もうみんなちょっと強いね。もうなんかもうわかるんだけど、強いなって。で、これ、行かないといけないんだな。お、はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。夏目先生が、多分メドベイ行った後、左に行ったんじゃないか。アッパーついてたんだったら、アッパーっぽいっすよね。アッパー、うん、あ、神宮寺さんのそのアドミン情報ってタイミング的にはどこら辺ですか。最初手で、カフェ右上、ウェポンまでチラ見して、ちょっと誰いるのかなだけ確認してから、との字のタスクをやって、配線タスクやってからのアドミンです。うん、あ、結構ちょっとあるかもしれないですね。ちょっと右の方で夏目さん見られた方おられますか。いないです。見てないですね。ということは、はい、かなり高い確率で下か左だと思う。はい、うん、はい、うん、なんで右の方はもう除外しちゃっていいんじゃないでしょうか。そうですね。そっか、右の方がごめんなさい、誰でしたっけ。右、キセさん、千早さん、中野さん。あ、中野チーですね。あ、でもポンさんはカフェでボタン押してるんで、ワンチャンカフェで殺してる説もいいですね。そう、いいですね。アキセさんが、はい、ウェポンからアドミンに来たと思うんですよ。はい。その時ってカフェテリアで何か見たとか、夏目先生行ったとか、そういうのは全く見てないですね。私が一番最初にウェポン出て、カフェテリアアドミンに行ったんですけど、その間に会ってないと思いますね、誰とも。で、アドミン行ったら神宮寺さんが奥で、
スラッシュしてたって感じで、アベレージさんがメドベイに中根さんを侵入されたって話が多分昨日出たと思うんですけど、はい、いました最初に。でこれ以外の情報が夏目さん情報がないわけじゃないですか。そうですね。でことはですよ、普通に考えればアベリさんが怪しいんですけど、アベリさん黙っといたらいいんですよ、ね、黒だったら。まあ確かにすごいっす。アベリさん置いて出てったんですか、夏目さんを。夏目先生が先に出ました、うん、あ、夏目先生が先なんですね、うん、はい。でカフェに戻ってないってことから見るとやっぱアッパーなのかなっていう気がするんですけど、ね、すごい推理よみんなすごい推理よ。何レベルが違うんやけど。なあみんな弁護士ですか？なんかそういう関係の仕事してらっしゃるのかなって思っちゃうよな。すげえで。また？また閉まったぞ。ゲンさんか、アベレージです。ロアーエンジンの左下に死体を発見しました。ロアーエンジン、ロアーエンジン、はい、その前に十字路でなんだっけ、ドアが作動して3人ぐらい閉じ込められてたんですよ、はい、アルマさんとポンと中野っちさんがセキュリティにいて、ね、うん、あとアベレージさん、そうですね。で、先にアルマさん、ポンさん、アベレージの順番で行って、でそうですね。でそれで僕が死体発見して、ポンさんは僕が死人できるところでなんかロアエンジン上から普通に右側下ってたんで、ちょっと僕視点だったらアルマさんちょっと怪しいですね。あ、でも多分僕もポンさん視点下行ってないの確認してくれてると思う。じゃあ逆にこの3人大丈夫ですね。じゃあゲンさんもリアクター直しに来てくれてましたね。遅れては来てましたけど、そうですね。多分ドア閉まる前にロア行って殺されたんじゃないかな。あ、じゃあリアクターいなかった人が逆に怪しいのかな、その場合だと。セキュリティは誰が見てたんですか、最後。感心しましたね。僕、ナビゲーションの方にいたの見てます？何色でしたっけ？茶色です。あ、茶色見ました、見ました。うん。あ、じゃあ僕無理ですね。そうですね。うん、見えた、見えた。またもや無理ですね。またもや。右から上に行ってたね。神宮寺はアドミンにいました。はい、いました。確認しました。あ、それは千早さん。あ、そこ二人も。千早さんがスラッシュの方にいて、でアクセさんが終わりかけに来たのかなっていう感じですね。そうですね、はい、終わりかけ。でもゲンさんも多分めちゃめちゃ直近だとは思うんですけど、どうなんだ。いや、あれドア閉めの時間があるか。アドミン情報的にちょっと何とも言えないんですけど、リアクター鳴ったタイミングで神宮寺押します、はい、リアクター鳴ったタイミングで神宮寺押します。さりげないね、いいね。お願いします。と頑張ってますついていけないけど頑張ってます。へばりついてますよ。うん、と討論にね、なんか相槌は頑張って入れてます、できるだけ。うん、ちゃんと協力的な感じでトークの方には入ろうかなっていうところですね。頑張ってますよ。すごく大変ですけど、千早さん、ポンちゃんさん、秋瀬さん、オッケー、オッケー。神宮寺をしました。はい、今回のそのキルがもうほとんどお互いが無理ってことなんで、逆に近くにいたアルマさんが個人的に怪しいなと思って、でポンさんが距離的に見えるのかなと思って、で書店の時にポンさんが自分で報告して、で夏目さんが死んでたんで、それが死体隠しなのかなと思って。なるほど。なんで個人的には緑ピンクが、個人的にはね、うん、あそこに2ロボってことか。あ、そうです、はい、うん、僕は逆にそのなんかリアクターの中に残ってた人とかはいないのかなと思うんですけど、その弁当移動とかは絶対ないですかね。でも浮いてる人いなくないですか。浮いてる人いないです、うん、ない。だから多分弁当は考えられないと思うんで、もうリアクター前の十字路にいた人たちの中の誰かって。大丈夫だったら僕アルマさんとペアでもいいですかね。あ、全然大丈夫です、うん、大丈夫です。本当に僕はやってません。終わりました。じゃあ、はい、はい、死なないでください、アベレージさん会話がわからん。こんな、なんでこんな難しいじゃん、アモガスって。みんな仲良くなろうよ、それで解決するやろ。あ、アドミンあるわ。
アドミンタスクありました。これをこうしてこう OK。 逆に見るか、感心して。え、待って、誰もいない、待って、やばくない、誰もいなくね、ちょっと待って、誰もいなくね、やばない、お、お、マジ、あ、びっくりした、い、お、誰もいなかったからびっくりした、一瞬、あ、焦った、ロアエンジン来てえな。ポンちゃんさんね、ポンちゃんさん、なんか死体隠ししてる説あったけど、いや、全然俺倒せる今瞬間あったよな。これー、ちさとこれー、竹を気づけ、これーナイスうわやば、一気に誰がどうだってちょっと教えてもらっていいですか。2人いなくなってるんじゃん。レポートしました。死体は、え、3人いなくなってる、中野っちさんの死体を見つけてレポートで、このターンで千早さん、おいおいおい、さんが死んでます。そうです、はい、3人死んどるやん。え、ちょっとアルマさんですよね。すいません、その前にあのシステム的な問題でジングリさんが投票できないんだったら PP できちゃうんで、ちょっとあの自投票します。はい、なんで自投票はしますが、これは神宮寺さんの票と思ってもらえれば。はい、じゃあ新歩さん視点、神宮寺さんになります。あ、アキさんとアルマさんだと思ってます。あ、そう、あれ、じゃあポン、え、ポン、あ、ポンさん、あれ、ポンさん、これ仲間、あれ、あ、違うな、ポンさんじゃないな、じゃあ絶対違うね、じゃあもうごめん、わからんダメだ、俺推理しちゃあかんわ、俺ネットベイコミュニケーションし、した。こっち？あ、これか。あ。うわぁ！また一人！私が神宮寺さんを疑ってない理由として。あ、そっか。もともとや。ごめん。おそらく一人は2キルをしているっていう風に踏まえて、勝手にテンパってるわ。千早さんが死んでいるのであれば、30秒すぐ経って千早さんを殺すことができる秋瀬さんの方が濃厚かなっていう状態です。で、中野地さんはギリギリまで生きているのをリアクター後に死人できているので、そう、ポンちゃん、ポンちゃん、他の人も言えることですか。ポンちゃんナイス、生きてなくっていつ死んだのかもわからない状態なんですけど、アキセ、中野地さんはリアクター下来てた。 あ、来てました。神宮寺さん、ポンさん来てた、アルマさんで、竹雄はエレクトリカルいたのを新保さんが見てるので、まあ弁当移動でもしない限りは、竹雄さん、弁当移動して多分十字路で見つかってるんで、で早々にチャーさんキルして上下に分かれてぶった切ったかなんかしたってことですか、これ二人が。ただ私十字路さっきいた気がして、神宮寺さん見てないんですよ。でリアクターの中にいましたけど、あ、じゃあそこまでは行ってないですね。おっと、おっと、ミスったか、奥のやって、でミスった、十字路の、配電タスクやったらプーです。ミス、アキサミスった、なるほど、おっと、なるほどで解決していく。いいですか、僕白ですよ、ね、ごめんなさい。でもアルマさんが黒なのであればポンちゃん黒でしょう、これ。まずいです、神宮寺さんが思わぬ、ヘイトを向かしております。ポンさんに疑いをかけてしまっている神宮寺さん、これはまずい。急に矛先が変わってしまった、一体どうしたんだ。タスクします、会話が聞こえすいません、ごめんなさいおっしゃ、タスク完了じゃ、終わりじゃ、ほほ、さあさあさあ、秋瀬、秋瀬どうする、神宮寺やるか、おお、これは倒さない。さあ、どんなムーブを仕掛ける、秋瀬チャンネル。さあ、この奥には、一人、倒れている状況だ、なんだ、なんだ、何かが倒れている、棒人間か。さあ、竹江さんとすれ違ったか、秋瀬さんは、一回戻りましたか、お、上、あ、挙動不審な状態。さあ、上に向かう秋瀬チャンネル。さあ、リアクターが鳴っていく。同時に全員がまた集合していきます。さあ、2人会いましたね、ポンちゃんさんと、はーい、人狼なのにな。さあ、アキセチャンネル下の方に向かっていく。さあ、そのタイミングで、さあ、見つめ合うポンちゃんとアキセチャンネル。さあ、どんなムーブをするか。さあ、ポンちゃんさんが
人になってしまったが、その後神宮寺が追いかけていく。これはキルはできない。なかなか難しい状況。これはどうするか。さあまたディアクターが鳴ってしまった。さあ全員が向かっていく。全員が向かっていく。終わってるよねこれ。終わってるよね。うん。さあ、クセチャンネルさん。さあ、また、リアクターが次、リアクター、O2 ですね。O2 ですね、続いては。O2 の方に向かっていく。さあ、全員が、O2 の方に向かって、向かおうとしていますが、お、ここで?どうなる?キルするか?しない!ここはキルしない。慎重に、ムーブしていく。さあ、アクセルチャンネル、ちょっと、遅れての登場。かなり、竹雄さんは、アクセチャンネルさんのことを、警戒している様子ですかね、これね。かなり、お、あさんでした。あ、はい、一瞬これ、え、じゃあ私の白い妖精を出すとする。すげーと、アドミンのトノシのところで、目の前でやった。アキセさんがちょうどやっているっていう感じで、アキセさんがレポートなんですけれども、おっと、かぶせていった。神宮寺さん最後カフェにいたのを私がアドミンで確認していて、お通話を直したのもシンポです。さあ仕掛けましたね、アキセさんから。はい、え、竹尾さんもいましたよね。でもお通話、おつ竹尾さんもいましたけど、これお通話治った後全員が死人できていると思っています。面白いことになっている。これ一つだけ聞きたいことあるんですよ、アキセさんに。おっと、ボタンあったっすよね。ありました。おっと、どうなる。なんで、なんでこんなに押さなかったんですか。神宮寺さん流されまくってたじゃないですか。これはファインプレー。おっと、かなり疑いをかけている神宮寺。僕らの心理的にはボタンがあるなら押したいなっていう。素晴らしい推理はあるのかなと思って、はぐれた時とかにとかって思ったりは。多分こういう盤面だと一緒にいることが視認できていて、例えば竹雄さんが離れていた時とか結構あったり、今度僕が離れたりっていうタイミングがあったと思うんですけど、はいはい、ボタン押せてもいいんじゃないかなと僕は思ったんですよね。さあ、これは神宮寺さんにかかってはいますが、正直それ以外わかんないです俺。きたー、素晴らしい、素晴らしい。いやー素晴らしい。ナイス。